どうも、SPOのマサです。前回の動画で FP で撮影したシネマ DNG の大きなデータを圧縮するためのソフトスリムローの紹介をしたんですけども、結構反響があったので実際にスリムローを、ね、ダウンロードするところから、この SSD の中に、ね、入ってますシネマ DNG を圧縮するところ、あとね、どれぐらいファイルサイズが、ね、小さくなるのかっていうのを、ね、皆さんに見ていただこうと思います。はい、ではサファリを開きましてですね、これあのブラウザーは何でも大丈夫です。 Chrome でももちろん何でも大丈夫なんですが、検索窓でスリムローと入力してもらうとトップページが出てきます。本来の英語のページなんですけども、分かりやすいように日本語に翻訳をしています。まあ、簡単にね、こんな感じで説明してありますね。非可逆圧縮をしてくれるということが書いてあると思います。はい、でね、サポートされているカメラとレコーダーというところを見ますと、ここに SigmaFP と SigmaFPL の文字がありますね。間違いなく対応しているということです。基本的にはシネマ DNG を撮影できるカメラのものは基本的に全部圧縮できますということですね。あとね、この一番下の部分、一番下の行ですね、ここを見てもらうとね、シネマ DNG 映像とDNG 生って書いてますが、これ DNG ローのことですね、の静止画と書いてますね。ですので写真の方のデータですね、DNG のデータ、ローデータをですね、圧縮することができるので、これはね、結構便利かもしれないですね。はい、あとは、まあ、特に、まあ、たくさんこう大切な情報が書いてあるんですが、こちらはね、ゆっくり読んでいただければと思いますが、基本的には圧縮できますよみたいなことを書いてあると思います。そして、ね、こっちに、ね、ダウンロードのページがありますね。そしてここに買うとバイのページがありますけども、まずは、ね、このダウンロードページ見たいと思います。はい、こちらですね、 Windows 用と、Apple の MacOS 用があります。 Apple の MacOS 用があります。これ間違えないようにしてくださいね。はい、でこれを買ってですね、ダウンロードしてインストールは指示に従ってしていただければと思うんですが、実際使おうと思うとアクティベーションする必要があります。ですのでこちらでですね、購入をする必要があります。金額はスリムローは65ドルで売ってますので、ちょっとね、値段はしちゃいますけども、なかなかコスパはいいんじゃないかと思ってます。まあ、クレジットカードとペイパルに対応してますということですね。はい、こんな感じです。まあ、お名前とか、必要事項を、ね、入力して、購入という形になると思います。実際購入するとメールでアクティベーションコードと購入の明細が届きますので、明細は大切に取っておいて、アクティベーションコードですね、これをなくさないようにしてください。それではスリムローの準備ができたところで、実際に撮影データが入ったこの SSD を接続してどれぐらい、ね、ファイルサイズが小さくなるのか圧縮してみたいと思います。ではスリムローの方を立ち上げました。左の方ですね、ここに調査フォルダというのがありますが、ここからですね、圧縮したいフォルダを選びます。 SigmaFP で撮影した SSD が選択されていますね。この中に撮影したデータが入っているんですが、まあ、例えば1番、まあ、この中に、ね、DNG ファイルが入っています。はい、このフォルダを選択して開きますと。でこちらですね、書き出したいフォルダ、任意のフォルダを選択します。でここですね、コンプレッションモード、はい、ここでですね、ロスレスとかですね、 VBR ですね、可変ビットレートいろいろ選べるんですが、僕はね、もうここはね、ロスレスにしたいとこなんですが、データをいかに小さくできるかということにね、ちょっとね、ハマってましてですね、もう圧縮して、まあ、ちょっとデータ欠損があるんですが、もうこんぐらいね、最大圧縮モードでやってみています。はい、まあ、これがね、スリムローの、ね、醍醐味だと思いますので、ここでね、どうしてもダメだったら、ちょっとね、圧縮率をね、ちょっとこう下げていくみたいな感じで運用していこうかと思いますが、当分はこの 70% ぐらいね、圧縮しちゃう、この、タイプで、このコンプレッションモードを選んでいきたいと思います。はい、でここですね、ここはね、多少ね、データが実際のモードよりもちょっと大きくなってしまっても、品質の方を優先しますよという部分ですね、かなり圧縮しますので、ここはね、一応チェックを入れておきたいと思います。はい、でここはね、ダウンスケールなんで、まあダウン、まあ小さくするという感じですね。2分の1サイズまで、画像の解像度をね、小さくするというモードだと思います。はい、でプロセッサブフォルダーズですね。はい、ここはね、中にね、さらに小フォルダーがあった場合ですね、それも一緒に処理しますかというところだと思う。まあ、基本的にはチェック入れておけばいいと思います。あとはね、コピーノン DNG ファイルですね、これ音声ファイルだとか、
DNG ファイル以外のものも、ね、一緒にコピーしますかというところですね。これも、まあ、オンにしておいた方がいいと思いますね。はい、音声がない場合はね、あれなんですが、基本的にはチェックしておいた方がいいと思います。はい、あとね、ここはですね、同じファイル名が被った時にですね、スキップするか上書きするかというところですね。あとはね、ジェネレートチェックさん、これはあれですね、破損ファイルがないか、一回チェックしましょうと、コピーの後に圧縮してコピーした後にチェックしますというところですね。ここも僕はチェックを入れてます。ここで、準備ができましたので、ここでスタートジョブを押すと圧縮が開始されます。こんな感じですね。スピードもね、そんなに遅くはないと思うんですよね。はい、もう終わっちゃいましたけども、はい、まあちょっとね、データがちょっと小さかったのですごく早かったんですが、3.97GB の、元のデータがですね、0.62GB まで圧縮されましたということですね。非常に小さくなりますので、これ皆さんね、ぜひ試していただければなと思います。スピードも結構早かったですよね。はい、どうだったでしょうか。かなりね、ファイルサイズちっちゃくなったと思うんですよね。あれぐらいね、圧縮してくれるなら、シネマ DNG はね、結構実用的な保存形式になるかと思うんですね。ということは、シグマ FP はね、もう最強のロー撮影動画カメラみたいな感じになりますよね。はい。ということでね、今回はスリムローのね、説明をしていったんですけども、まあ、65ドルかかるんでね、まあ、決して安いとは言いません。はい。性能とかね、その便利さに対して価格っていうのは僕は割とバーゲンプライスかなとは思うんですけども、それはまあ使う頻度とか撮影する量によると思いますので、よくよく考えてね、僕は全然スリムローの宣伝をしてるわけでも、なんか案件でも何でもありませんので、売れても売れなくても一向に構いませんので、しっかり考えてね、無駄のないようにソフトウェアは買ってくださいね。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。 SPO のマサでした。バイバイ。